ははいこんにち今日はですねダイハツのね新型のロッキーですかね最近ダイハツがね新車を出しましてロッ6機 1000cc のターボ車ですねまあインタークーラー付きなんですけどねこれを SUV ですかねはい出しましたので今回ねちょっと ショップの方にね行って、えーえー、見ていきましたはい、えー、そうなんでね、えー、まあまあ簡単なんですけどねまあ、えー、紹介しますえー、っとですねまあ室内の方ちょっと室,室内とまあ、えー、外観の方うをね撮影してきました、はい、まあ外観はまあこの通とおり、まあえー、画像が流れていると思うんですけどねはい。 今ツツートンですかね赤黒の2トンで、えー、これは、えー、一応上級車種上級グレード的には、ね、一番上らしいです、えー、2番目がなんか、えー、室内のエクステリアが、えー、シートとかがね、えー、ちょっとステッチが、ね、赤色になっているっていう感じの、えー、室内なんですけど、まあ、これは上級,上級グレードです、はいえー、そんなんでね、えーまあ、一応撮影してきました まあ中はこんな感じですね。えー、とまあ室内入った感じはまあ、えー、前はね、えー、運転席助手席はまあ広いんですけど、えー、後ろの座席はどうかっていうか頭の方ねヘッドの方がねちょっと空間的にちょっと低いかなっていう感じもまあ 受けましたはい百七十以上の人が座るとちょっとどうかなという感じも受けましたけどねはいえー、そんなあれでまあ意外とまあ自分としてはねはい結構まあ、えー、センシ0 c c まあボディはセンシ0 c c なんですけど結構ねセンシ0 c c に見えない感じっていうかね ちょっと大ぶりな感じですけどね全、まあ、長がでも4メートルもないということと何、えー、ですかね車重,車重量のほうもね100いや1トンないということでね、はい、結構軽量で燃費のほうもね、えー、リッター15前後ということで実燃費、えー、と,と聞いていますけどね。はい えー、そんなんで、割と、えー、お買い得ではないでしょうかね。まあ、SUV の中ではまあお買い得の方ではないでしょうか。はい。えー、そんな感じです。えー、今日はこの辺で、えー、失礼します。ご視聴ありがとうございました。